落ち着けアラスラムス、俺もこのお姉ちゃんもお前の両親じゃ。お姉ちゃん頑張ってね。どうすりゃいいんだよ。ママ、そんなに見ないでよ。この子政権を受け止めてるのよ。エミリアを母と慕うこの子の気持ちを考えてみろ。いいじゃないですか、ユサさん。変われるなら私変わりたいくらいです。ジホちゃん、だから私はママじゃない。ママ。しょうがないわね。やめなさいよ、せっかく寝ついたのに。ねえこの子、なんでパパはサタンって言ったんだ。こいつに聞こえるとこで誰かが俺のことサタンって呼んだってことだろう。ああ。じゃあマオさん、アラスラムスちゃんのこと認知するんですか。じいちゃんじいちゃん、言葉遣いが生々しいから。近いうちにこっちに来るってことね。そもそもアラスラムスというのは天界の言葉ではない。つまりエンテイスラのどこかにこの子の名付け親がいることになる。私は一人暮らしだし、仕事もあるから引き取るのは無理よ。すいません、協力したいんですけど、両親が納得する理由が思い浮かびません。